Hey guys, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、みなみです。はい、今日はですね、私たちのマイホームの2階を紹介していきたいと思います。1階は私たちがこのお家を購入してちょっと経った時ぐらいにキッチンとリビングルームとダイニングルームと、お見せさせていただいたと思うんですけど、2階が全然ね、なんか出来上がってなくて、家具が揃ってなかったりとか散らかったりとかしていて、なかなか動画を撮る機会がなくて、まあ、まだ確実に私が好むように出来上がってはいないんですけど、もうそろそろ撮った方がいいかなって思ったので、今回動画を撮ろうと思います。はい、クラエがここに後ろに見えてる。 Chloe, come over here. Come here. Say hi to everybody. Hi girl.今レオがねお昼寝をしているので、はい、この時間を使ってできるだけねクルエとあのワンオンワンタイム、あの1対1でねこうやってあの遊んであげたりね、かまってあげたりしないとクルエちゃんもかわいそうなので、クルエはこのベランダにいるのが大好きなので、今特にだいぶ涼しくなってきて、今日はね本当に日中はまだ暖かくて、あのまだ全然タンクトップでもいられる気温なのでね、クレーもすごくね気持ちよく外でねお昼寝しているので、私はここでパソコンでねいろいろやったりとか、まあお部屋片付けたり、本当に30分ぐらいはクレーと過ごすようにしているので、今ここにいます。はい、そんな感じで今日は、2階の寝室3部屋と、バスルームを見せていきたいと思います。なのでよかったら最後まで見てください。 And up! ウィーYour face isn't showing on the... Mommy loves you. はい、こちらがレオくんのお部屋です。レオくんようこそって、みんなにようこそ、僕のお部屋ですって言わないと、はい、またいろいろやらかしてます。おっと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 、危ない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 。レオのお部屋こんな感じです。もうほんと寝る場所、寝るだけのところなんですけど、クリームと、ドレッサーがここに置いてあります。こんな感じです。ちょっと鏡が汚いですね。もう本当に今はもうレオのもの本当に寝るだけのために使っているお部屋で、こちらに、ね、クイーンサイズのマットレスがここに置いてあって、最近結構お友達がね遊びに来たりとか、お泊まりに来たりとかして、マイケルの家族が来たりとか、もうほんと月1ぐらいのペースで結構来てくれたりしているので、ちょっと人数が多い時はゲストルーム以外に、ダメよ、ノーノーノーよ、レオノーノーノー、動かしてる足を。はい、もうぐずり始めたのでねんねしてもらいます。バイバイ、おやすみ。私たちの寝室がこんな感じです。はい、ベッドは一応これキングサイズで、ベッドフレームはこれ確かウェイフェアで、購入しました。はい、でここレオと私たちのお写真が飾ってあって、はい、こんな感じです。でここね、外がベランダになっています。ベランダが結構広くて、今クレイが外でお昼寝をしているんですけど、ここね本当はいくつか植物があったんですけど、レオが倒して花瓶を割ったりとか、本当はこれ下の1階の裏庭につながるドアの目の前にね、日当たりがいいのでそこに置いてあったんですけど、レオが遊んだりするので上に持ってきてます。はい、そしてこちらがドレッサーです。アシュリーファーニチャーで購入して、ここの上のね飾り物はどっちもあのワールドマーケットで購入してます。でこの
鏡は確かアマゾンだったかな。これは30インチの、ものです。でクルーさんのベッドがここにあって、はい、でね、ベッドのこちら右側が私たちのバスルームです。こんな感じで、ここは、アメリカでいうデュアルシンク、ね、2つシンクがあって、はい、これレオンね、あのトイレ、トイトレのためのトイレを買ったので今ちょっとトレーニング中なんですけど、ここにトイレがあって、はい、そして、こっち側がシャワーがあって、こちら側にバスタブがあります。はい、ちょっとした飾りを壁にかけてて、はい、でお部屋がこんな感じで、こっち側奥がクローゼットになっております。はい、クローゼットはウォーキングクローゼットで結構大きめのクローゼットになってます。はい、ここね、ブラインドをかけずに、もう大きな鏡でね、見えないようにブロックしちゃってます。はい、こっち側がね、私のクローゼットになっております。はい、上にね、あの水着だったり、まあ、T シャツとか あって、この中に小物が入ってたりして、普段あんまり履かない靴をここに入れてあって、だいたいこれはもう夏物と冬、春物で、冬物は、ゲストルームの方に入ってるんですけど、こんな感じで、でこっち側が、あのうっとっとっと、こっち側も私のものなんですけど、ビーチタオルとかカバンとデニムとパンツ類とかで、セーター類で、また小物って感じですね。でもこっち側も全部マイケルのもので、あの人はあんまり服を買ったりとかしないので、ほとんど私が買ってあげたりとかして、まあ、ジャケット類とかも全部ゲストルームのクローゼットに入ってます。そしてですね、このクローゼットのここの上に一応ね、アレック、日本語でなんて言うんだろう、が一応あるんですけど、ちょっと開けるのが怖くてですね、まだ開けていないんですよ。はい、でまあ、家のレイアウトのフロアプランみたいなのを見ると結構上広くて、はい、まあ、暑くてね、別に部屋になってるとかではないんですけど、マイケルが一回ちょっと用事があって上に行ってね、見てきたみたいなんですけど、まあ、ほこりだらけってのもあってね、はい、別に入る必要もないので入ってません。こんな感じです。ぐっすり寝ております。ちなみに、壁紙なんですけど、私たちの最初のお家を購入した時のグレーっぽい、グリーンっぽい感じのね、色だったんですけど、最近マイケルのお父さんが、家に来た時に一緒にね、壁紙を白に塗り直してくれました。やっぱり壁紙の色だけで本当に変わるんだなって思いましたね。そんな感じです。 Yeah, so Manami just showed you the upstairs second floor, and you know, we finally, after a year and a half, 2 years, finally got everything kind of like where we want it. So we, that's why we decided to show you the house tour now. But now we want to talk to you guys about a little opportunity that we have for our listeners, and that is NordVPN. はい、今回のこの動画は NordVPN さんから案件をいただきました。皆さんは VPN っていうのは聞いたことありますか？結構ね、使われてる方はいると思うし、私の周りでも使っている方がね、結構いたりして、で実際に私たちも沖縄にいる時、 right? We were using it、Yeah, we use a lot of、like a VPN service because some of the streaming services that we wanted to use like didn't work in Japan, so we use a VPN a lotduring that time. So basically a VPN is a virtual private network, and it basically just changes your IP address. It adds more encryption to your data. So a lot of people use it, especially working from home. A lot of like company like information is on those, so they use a VPN to like securely encrypt their data.
And then, you know, a lot of people just use it just to stream services in like different countries. But now on with like the rise in cybersecurity criminals, it's a good idea to have a VPN just for like everyday use, because you don't know what kind of personal information is out there. Honestly, my grandma has gotten hacked before from her own Wi-Fi, and they were able to get all of her like bank accounts and her passwords for everything. And so they had to change all of that, and a VPN would actually be like a good use for to prevent that in the future. あとはカフェとかでフリー Wi-Fi ね、その場所の Wi-Fi につなぐっていうことをよく皆さんすると思うんですよ。私もよくするんですけど、もしかしたら誰かしら悪い人がね、ハッキングしたりとか、自分の個人情報が漏れたりとか、そういった危険性も出てくるので、そういった時に VPN につなげているとそういうことが起きにくいっていうことでね、本当におすすめ、そういう使い方もあるのと、あとは、まあ、マイケルが言ったようにアメリカにいながら日本のサーバーにつなげて日本の動画を見れるとか、アメリカでしか配信されてない動画を日本で見れたりとか、他の国とかでもねできたりするので、はい、そういう使い方も本当におすすめかなと思います。 But now we're going to show how easy it is to just set it up from your phone. Yeah, so we're going to show you guys right here. Okay, so we're just going to open up the NordVPN app. We already have an account. If you look at the top, it says VPN is not connected, so you can browse all the countries. So I'm going to go ahead and just choose Japan. And they have two regions, so Tokyo and Osaka, and then you are connected. And it's as simple as that, and you can use thaton your phone, you can use it on your computer. 私たちの、この動画を見ている方々に、今回は概要欄から登録していただいたら2年間のプランが大幅に割引になります。プラス、30日間は返金保証なので、もしねこの VPN サービスを使ってちょっと合わないなとか、ちょっと使いにくいなとか、何かしらの不満があるとしたら、30日間は返金が保証されますということなので、まあ、リスクなしでお試しできるというね、最高なサービスも、ご用意してますので、ぜひ興味がある方はこの概要欄の下から、詳しい情報を見てください。 Yeah, this service is gonna be really good for people who like to travel, people who like to work from homeAnd people that want to secure their data, which is, like I said, a big one that's popping up now with all the cybersecurity issues that is going on. Because if you look, it seems like every day there's a new company that gets hacked. So yeah, just check out the description box below for more information, and leave us a comment if you guys have any questions. ここには私たちが大好きな、昔飼っていた、ゴールデンレトリバーのロクシーちゃんとクロエの写真を飾ってます。そしてこの大きな地図は友達からもらった地図で、私たちが行ったことのある国をスクラッチオフする感じの地図になってます。これは2020年3年前ですねに、クロエと作ったクロエの肉球の絵です。これはお友達からもらったゴールデンの飾り物。そしてここは全部、ワンちゃんたちのお写真で、これは初代のゴールデンのロクシーちゃん。よく見るとロクシーとクロエって顔が本当に全然違うんです。そしてこれはもう全部ワンちゃんたちとの思い出の写真を全部、印刷して飾ってます。はい、そしてこちらがゲストルームになっております。このベッドはクイーンサイズベッドで、ウェイフェアで購入しております。ベッドシーツとか全部アマゾンかな。はい、そしてこれは沖縄で買った除湿機です。今も湿度はだいぶ下がったんですけど、夏は本当に湿気がね、海が近いので結構湿気があるので除湿機を使っております。でこのデスクも、確かウェイフェアで、購入していて、これはサーフマップって言って、サーフィングできる地域の、海の名前だったりビーチの名前だったりとかが書いてあります、はい、サーフトリップマップ、マイケルへのプレゼントでお友達からもらいました、こちらが一応クローゼットになっております。で、こっち側が
ドレッサー、これもウェイフェアで購入したもので、鏡とねちょっとした置物を置いてあります。もうここは全部もう本当にゲストルームって感じなので、お客さんが来た時にはここで泊まってもらってます。そしてゲストルームから見るとちょっとこの辺散らかってますけど、一応こんな感じですね。はい、ここがゲストシャワー室になっております。はい、こんな感じです。バスタブとシャワーがあって、こんな感じですね。あ、ごめんなさい、トイレットペーパーがない。はい、最後まで見てくれた方はありがとうございます。今回ね、寝室3部屋をお見せさせていただいたんですけど、大したお部屋じゃなくて申し訳ないんですけど、はい、最後まで見てくださって本当にありがとうございます。またね、何か質問とかありましたらぜひコメント欄に残しておいてください。まだね、1階のルームツアーの方を、見ていない方はぜひ下にリンク貼っておきますので、ぜひ見てください。では、また次の動画でお会いしましょう。バイガイズ。